アズリム元運営との決着を報告。こんばんルクルク、元祖お騒がせ VTuber のアズマリムさん。現在個人勢でツーリングなどで活動されています。先輩助けてと運営とのトラブルを示唆するツイートを投稿したのは有名です。当時いろいろな VTuber を巻き込み物議を呼びました。2019年12月に運営会社の報酬未払いや音信不通などのトラブルで活動休止されたりした問題が今回解決されたとのツイートがありましたのでご紹介させていただきます。2019年から生じた一連の問題についてこれまでしっかりとご説明することができず申し訳ございませんでした。ここまでの記載と照らし合わせて過去に行われた関係各社による各種発表、契約の履行や速やかな対応、問題のない金銭の支払い等の趣旨の内容が事実と異なることについてご理解いただければと思います。アズリムは現在アズリム個人で運営しています。組織に所属しておらず、アズリムに関する権利も自身で管理しており、商標は弁護士さんに預かっていただいているので、全譲渡会社含め権利者を主張する人がいても契約等を行わないようお気をつけください。この点についてもし上記で触れた2社、こちらの2社様についてはアズリムの代理人弁護士さん経由でご連絡等の対応済みです。以外でお心当たりがあり弁護士さんからの連絡を受けていない関係者の方がおられましたら、後期記載の小野田先生の事務所にご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。先輩方からの応援の形の図でもある活動上の収益の一部について長い間アズリム自身が管理できていなかったことについて改めてお詫びするとともに、その収益が約3年間にわたって活動に無関係な第三者に支払われ続けてしまったことに関してお詫びいたします。現在のアズリムの活動に関する関係各社へのご説明と過去の経緯の中で事実と異なる情報が発信され続け、一部は今もなお撤回等がなされていないことへの訂正の趣旨での情報発信という意味でも、判決が出たこの機会に事実をしっかりと伝えておきたいと思いました。すごく時間がかかってしまったけど、これからようやく動画作りやバイクに乗ったり配信したり活動に集中できることが嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。最後に改めて本件の判決にご協力いただきました関係各所の皆様、そしてアズリムの代理人弁護士の小野田隆先生に深く感謝申し上げます。アズリムが個人で活動を始めた後もなお YouTube 等の一部の収益が株式会社チゼイ資産譲渡の前譲渡会社から支払われず連絡も取れなくなったため、不当利得返還等請求訴訟を実施し支払いが認められる判決が出ました。これに伴いアズリムの活動に支障をきたす事態は全て終結いたしました。とツイートで報告しているもう一枚弁護士からの追記がされているのでご紹介いたします。アズマリムのファンの皆様、アズマリムの代理人弁護士の小野田から、この度の株式会社チゼイを被告とする訴訟手続き以下本件訴訟手続きと言いますと、その判決について少し補足をさせていただきます。アズマリム自身が資産を譲り受けるまでのアズマリムの活動上の収益の全容解明については弁護士間協議において進捗が認められず、かつ被告が取得した費目と金額が一部不明であったため、まずは判明している金額の範囲で訴訟提起をしました。その後の審理過程においてようやく被告自身による事実関係の説明や資料の提出が進み、また訴訟手続きを端緒とした追加調査等が可能となったことから、アズマリム自身も把握できていなかった活動上の収益等の存在があることが段階的に明らかになっていきました。それを踏まえて後に請求を拡張しました。その上で判決としてはアズマリムの活動に関する収益の相当額、すなわち資産譲渡契約当時存在が明確であった義務について、アズマリムへの資産譲渡前に発生した金額分を含むについて被告に支払いを命ずる旨の仮執行宣言付きの判決が得られました。他方で請求額の一部、すなわち資産譲渡契約当時存在が不明であった費目のうち
発生時期が資産譲渡前であるものについて任用されなかったことについて、原告としては判決理由や審理推移を精査した結果として主として以下の事情の影響が大きかったものと理解しています。なお以下の記載は資産譲渡前後の事実関係の一部を要約したものであって、判決そのものの基礎となった事情や法的評価そのものを記載しているものではありません。被告が株式会社サイバー V から一旦資産の譲渡を受けた当時、両者間での移行処理に一部確認未了な事項等が生じていただけでなく、その後被告代表者が事業主体をアズマリム自身に移行させる調整を速やかに実施することなく、かえって長期間のタイムラグが生じたその間に、事業の権利者としての地位に基づいて当該権利に係る利用許諾やアズマリムの活動上の収益取得を実施し、これをアズマリムへの資産譲渡に向けた契約交渉の過程において申告しなかったこと、当時アズマリムとしての活動再開に必須の主たる資産の譲渡を最優先事項とせざるを得ず、被告からアズマリムへの資産譲渡に向けた契約交渉の範囲が一部限定的なものとならざるを得なかったこと、以上の事情を踏まえ本件判決については原則として控訴の必要性相当性が認められる事案であることや、本判決の内容それ自体を前提に資産譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償等の別訴えの選択肢もあることはいずれもアズマリム本人に伝えましたが、本人としてはこの相手方と訴訟を含めた全てのやり取りを継続することは多大な負担を伴うため現時点では考えていないという意向であったため、少なくとも現時点では控訴することや別の法的手続きを取ることはせず、判決内容の履行の部分も含めて被告の任意の対応を待つこととなりました。今回の裁判を進めていくに際しては、原告が把握できた事情を前提に可能な限りの主張や調査対応を行いました。ただ被告が当時原告に資産譲渡をするまでの間に有していた権利に基づいて他にも収益を得ていたか否かについては全てを把握できていない可能性があります。そこでお手数をおかけいたしますが、お心当たりがある方はできれば12月中旬頃をめどに弊社までご連絡ください。以上補足になります。補足の方が長かったですね。ざっくりまとめると、アズリム側の主張は明らかなものに関して認められた。一部納得いかない部分があるが、相手とこれ以上やり取りするのは疲れるので今回はこれくらいで許してやるわ、あとはお前らの誠意で払えよ、前の運営の適当な契約は明らかになってるぞ、これで自由に活動できるし YouTube の収入も自分に入る、判決で出た金額は払えよ、会社の資産や実態がわからないから回収の仕方がわからんけど払えよ、とりあえずこれ以上は話すことないからあとは判決通り頼むわ、という感じでしょうか。長きにわたっての闘争に終止符が打たれよかったと思います。ただ闘争から闘争になりそうな予感がするのは気のせいでしょうか。差し押さえられるものがあれば良いのでしょうが、どちらにしても今自由に活動されているアズリムさんが楽しそうなのが何よりです。残念不利に取り上げることになるとは思っておりませんでした。ご意見ご感想がございましたらコメント欄にお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次の動画で